ロシアにとって節目ともいえる重要な行事や記念日が控えています。私の勝利でロシアはより強くなれる。先月行われた大統領選挙で過去最高の得票率で圧勝したプーチン大統領、来月7日には5回目となる大統領就任式が予定されています。さらに2日後の9日はロシアの戦勝記念日です。第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝う記念日で、去年は軍事パレードなどが行われました。去年ロシア軍は戦勝記念日までにウクライナ東部の要衝バフムトの制圧を目標に掲げ猛攻を仕掛けました。今年の戦勝記念日に向けてはどのような戦果を狙っているのでしょうか。ウクライナ東部ハルキウなどの都市部ではロシア軍によるミサイルや無人機を使った攻撃が相次ぎ、さらに各地の前線では戦車部隊による大規模攻撃が激しさを増しています。アメリカの戦争研究所はロシア軍について、以前よりも多くの戦車や装甲車などを使用しているという新たな傾向を指摘、戦術を変更し兵員損失の軽減を図っているとの見方を示しています。ロシアの攻撃は他にも、ウクライナ情報当局はゼレンスキー大統領の任期が満了する5月にロシアによる情報戦がピークに達するという見解を示しました。これは今月親ロシア派の SNS などで拡散されている動画です。エリートの父を持つ男性といわゆる一般市民の男性の2人が登場。同じウクライナ生まれという設定です。その2人を退避させることでウクライナの動員をめぐる不公平さを揶揄しているこの動画、演じているのはロシア人の俳優とみられ、アメリカの戦争研究所はウクライナ人の動員意欲を弱めようとするプロパガンダ動画だと指摘しています。重要な節目を迎える5月を前、空と陸、さらに情報戦に至るまで攻勢を強めるロシア軍、その思惑に迫ります。来月9日ウクライナ侵攻が始まって3度目の戦勝記念日となります。まずはここから伺っていきたいと思うんですが、それを前にしてですね、岩田さん、ロシア軍が今何を狙っているのかいかがでしょうか。これまでずっとウクライナに押されてきたわけですよね、はい、まさにここから大反転攻勢、もともとの目的であるウクライナの非ナチ化、ロシア化、中立化、それに向けての大きな攻勢を始まる結節だというふうに考えているんだと思います、ね、そうですか。兵頭さん、そういってもこの戦勝記念日の時に何かアピールできるポイント、これ今のところあるんでしょうか。バフムとアウディウカのようなこういうその、制圧の成果をその5月の9日までに達成するというのは、今は簡単ではないと思うんですね、でむしろそこまでに何かというよりも、もうその5月の7日にプーチン大統領の新しい任期が始まる就任式ですね、でそれ以降、次の6年間の任期をかけながら、着実に、ロシア側はこの戦闘を続けていくわけですよね。ですから、目先の何か行事に合わせてというよりも、むしろそういうことではなくてですね、やはり中期的な観点からこれから攻勢を強めていくんだろうというふうに思います。ですから、ウクライナ側はその早くて5月下旬にも、大攻勢が始まるんではないかという見方をしていますので、決して5月の9日までに今何かということじゃなくて、もうその先をこう見通した形で、ロシアは直線の構えでですね、これからいろんな動きを強めていくんではないかなと思います。それでいうと、広瀬さんにお伺いしたいんですが、去年はですね、この戦勝記念日に向けてこれなんとかバフムトを取ろうみたいな形でですね、かなり攻勢を強めたということもありました、実際はできなかったわけですが、そういったこの5月9日という節目に向けて何かをするというわけではなく、やはり大統領選で当選したということで、あまりこの記念日に何かということではなく、もうその先を見据えて、言ってみるとプレッシャーもなくですね、戦いに行けるのかどうか、この辺りいかがでしょうか。その可能性もあると思うんですね、というのはもうすでに今年の戦勝記念日は小規模でやるということが言明されていまして、3月20日に、ショイグ国防相がもうすでに発言をしているんですけれども、今年 の、パレードは、9000人以上の軍人と、75 の、 地上兵器を用いて行うというふうに言われているんですが、その人数というのは、去年から比べると、1000人ぐらい、縮小ということになりますし、兵器についても地上兵器は50機ぐらい、縮小ということになるんですね。すでに去年の段階では、戦車については旧式のものが1両出ただけということ で、非常にこうお粗末な雰囲気があったんですけれども、さらに縮小ということで、あまりパレードにも力を入れないということでやっていくのだと思うんですけども、何ですかそれは。やはり、あまりこの華々しく称えられるような戦果がないということもありますし、淡々とやっていくということもあるんだと思いますね。でまた去年についてはパレードは非常にこう縮小されて、ちょっとあまりいいものではなかったわけですけれども、逆にこの2020年以降あまり来ていなかった旧ソ連の首脳陣を大量に集めるということを、やってですね、なんとなくそれで花を添えるということをやったわけですが、今年も何らかのそのようなこう別の趣向を凝らして、なんとなくこうパレードをそれなりにこう見えるものにしていく可能性はあると思います。なるほど。京都さん、その点で今お話を聞いて思うのは、このやっぱりプーチン大統領が圧倒的な得票数、改革付きですけどね、当選した、去年は大統領選に向けてというようなことだった、もう終わった途端ですね、何かこういったその華々しさとか、何かこの外側のきらびやかさとか、そういったものはもうあまり国民にアピールしなくてよくない、今年の5月は去年一昨年と違うのはプーチンの就任式があるということなんですね。ですからどちらかというと、そちらの政治の方で、今後の戦闘をこうアピールしながら、国内の団結を高めていくと、つまり軍事的な戦果をそれまでに何かということではなくてですね、選挙で圧勝された、そして就任式を迎える、そしてさらに威勢のいい演説をするはずなので、この赤の広場の軍事パレードでですね、引き続きこの愛国
心をこう高めながら国威発揚を図りながらですね、まあこの戦闘強化これをこの政治的に打ち出していくというどちらかというとこの政治的なプレゼン、うん、演出、まあ、こちらの方に今主眼を置いたような、うんまあ、そういうそのイベントになるんではないかというふうに思うんですね、はいはい、まあ、そういった中でですね今夜はこのロシアがですね攻勢を強める中作戦兵器人員情報戦政治、まあ、こういったさまざまな角度でウクライナの今を読み解いていきたいと思います。まずはその中で戦況を見ていきたいと思うんですがアメリカの戦争研究所はですねロシア軍が3月下旬からウクライナ東部のクレミンナでありますとかバフムト、アウディウカ、まあ、こういったところの3つの地域で戦車などによる攻勢を強めていると分析をしています。アメリカのフォーブスはですね侵攻以来最大規模の戦車攻撃だと報じているんですが岩田さんこの3つの地域というのはもうほぼロシアはですね、まあ、制圧をしている地域なんですがなぜこれあの最大規模の戦車攻撃を行う理由があるんでしょうか。ルハンシクは大体取れてるんですけども、はい、ルハンシク州ですね、ドネツク州はまだ取れてないんですね。半分ぐらい取れてないですよね。でハルキウは一旦占領したんですが、はい、取り返されてしまった、はい、でもともとプーチン大統領が侵攻時から言ってたのはこの東部2州、はい、まあ、必ず取って独立させる、うん、ということを言っていましたのでまさにまずは東部から攻め込んで、うんうん、そして、ハルキウまで行って、うん、とりあえず当面はハルキウからその南のですねドネツ川ここまでの地域を全部占領してですね、で南部回廊南部をまた攻め上げる、うん、で最終的にはあのヘルソンからオデーサでモルドバの方までですね、うんうん、まあ、といったずっと一つの計画があるんだと思います。まあ、そういった中ですねこのロシア軍はミサイルや無人機でキーウなどを攻撃しています。ロイター通信などによりますとロシア軍は11日未明キーウ州やハルキウ州など5つの地域にミサイルと無人機による大規模な攻撃を行いました。変電所や発電所が狙われたためハルキウ州では少なくとも20万人が影響を受ける大規模な停電が起きているとしています。こうした攻撃についてプーチン大統領はウクライナがエネルギー施設に対する攻撃を行うので対応せざるを得なくなった非軍事化の一環だとしています、うん、まあ、このようにですねロシアによる連日のミサイルや無人機攻撃があるわけなんですが兵頭さんこの全体のこの軍事戦略のうちこういったこの今のですね、はい、インフラ攻撃はどのような位置づけになると見てらっしゃいますか。はい、まあ、エネルギーインフラに対するこの必要な攻撃がまだ繰り返されているということなんですけども、まあ、つい最近もですね、うん、激しいものが行われたということです。これ、まあ、あのエネルギーインフラの攻撃 の, この、まあ、目標目的がちょっと変わったんじゃないかという指摘が最近ありまして、はい、まあ、去年一昨年はどちらかというとこの寒くて暗い冬をこう迎えさせるみたいなところがあったということなんですが市民ダメージみたいな感じで、ね、はい、で、まあ、四季翌軸というところがあったというふうにまあ指摘されてますけども、はい、まあ、最近のこの動きはその発電所など必要に攻撃してですね短期間で復旧できないようにするとつまりまあ電力の供給を難しくさせて、まあ、軍需産業の稼働、まあ、これを阻止するとか、うん、あるいはウクライナ側の軍事的な動きをですね、まあ、こう妨げたいというようなところがあるのか、まあ、必要にやっているということですよね。ですからウクライナの電力の約2割を供給する、まあ、ウクライナ の, この民間の電力会社の発電能力が8割失われたというふうに言われていて、はいはい、かなり必要なこのインフラ攻撃というのがまあ繰り返されていると、うん、で、まあ、これインフラ攻撃だけじゃなくてですね、まあ、当然これ以前から の, この防空体制全体をですね、この枯渇させていくというですね、まあ、これも行っているわけであって軍事的にはですね、はい、ですからまあゼレンスキー大統領も引き続きこの防空システム の, この支援、うん、欧米諸国から急務であるしまた限られたものをですね、まあ、後方の人口密集地に置くのかあるいは前線に配置するのか非常に難しい決断を迫られているということも、はい、まあ、述べておられるわけですよね、うん、ですからまあ今後その大規模な攻勢をロシアが仕掛けるということであればですね、まあその防空体制を弱体化した上で、うん、まあ、次 の, 一手に出てくるという、まあ、一つ の, この一環である可能性もあると思います。そしてですねゼレンスキー大統領なんですが10日に公開されたドイツのビルド紙のインタビューで失礼しました、ビルド紙のインタビューで、5月下旬から予想されているロシア軍の次の攻勢について聞かれまして、プーチン大統領はこれまでもハルキウを占領しようとしたと、でハルキウは第二の都市で象徴的な意味合いが強いと述べました。先ほど岩田さんからもですねこのハルキウの再占領を狙っているという戦略がありましたが、これ兵頭さんどういうふうにご覧になってますか。はい、まあ、これも岩田先生がおっしゃられた通りですね、はい、うん、まあ、政治的には、まあ、これキーウに次ぐ、まあ、大きな都市であるし、で以前はロシアが一時的に占領したけども奪い返されたというところが、まあ、あると、で、まあ、軍事的にはですねやはりこの東部 の, このドネツク、まあ、ここの完全制圧を目指すということからすると、はい、まあ、ハルキウの方からこう回り込むような形でですね、うん、この戦闘を続けていこうという考えもあるでしょうし、それからまあプーチン大統領はそのハルキウを緩衝地帯にするという発言をしているわけです、はい、でこれはまあハルキウからロシア国内 の, この一強攻撃というのが続いてますの で, です、ね、はい、やはりまあここでの、まあ、ウクライナ側 の, この軍事的な動きをこう無力化していきたいというところで、うん、激しい空からの攻撃もこう続けているということで、かなりこう複合的なその目的で、まあ、ハルキウも狙っているのではないかと、でもちろんまあこれはウクライナ側 の, この戦力をこう、まあ、分散させるというですね、まあ、こういう狙いもあるんだろうと思います。石田さんいかがでしょう。そうですね、まあ、インフラの攻撃というのは先ほど兵頭さん言われたように去年は一般の人たちをまあかなり被害を、まあ、今回も受けてるんですけれども、まあ、狙った暗くて寒い冬っていうことだったと思いますけど、まあ、本当にやっぱ電気ないと作れないんですよね、ドローンとかもですね、うん、そういう意味では非常にこう戦局に直接影響がある、単に士気を落とすだけじゃなくて、うん、まあ、そういう具体的な攻撃をロシアが先日を目的を変えたなというふうに私も思います。ただいずれにしろやっぱ民間のインフラはやっぱりロシアもですけどウクライナも狙うべきではないだろうなと私は思いますけど、もうそこまで言ってますね、はい、ウクライナのドローンは今 90% 国産なんですよね、うん、だから電気が止まるとそのドローンが作れない、まさにそういう狙いもあると思います、ね、かもしれないですね、本当に人の士気という目に見えないものじゃなくて具体的に影響があるということなんでしょうね、うんうん、
でそしてちょっと一つだけ最後にお伺いしたいのはですね、これハルキウについてなんですが、岩田さん、これ、まあ、ここをもしですね、この西に進んでハルキウを取りに行こうとしても、まずここ第二の都市でまず防空体制もしっかりしている、かなり堅牢であるだろうと見られる、ここを取ってこの下に行こうとする、でこっちも西に行こうとする、これ二正面のですね、まあ、作戦軸ができるわけですよね。これそもそもこれロシア軍のやり方としてこの辺りは何でしょう、具体特策なのかどうか、いかがでしょう。まさにこれですね、ウクライナが反転攻勢したときに分散したじゃないかという、はい、アメリカといろいろと、はい、議論したところと、まあ、当時 こちらの方ですよね、ザポリージャ、ヘルソン、さらにはこういったところですね、それと同じような懸念だと思うんですけども、うん、目的はいずれにしても東部をまず奪回ですよね、ここを取る、はい、そういう意味ではまずドネツク州ですね、バフムト、ダウディウカっていうのは、はい、これ必ずやってくると思うんです、うん、でもちろんその先ほど兵頭さんがおっしゃったようにハルキウからうまく回り込めれば、はい、そのドネツクの裏から入れるので包囲、まあね、撃滅できるんですよね、はい、だからその今ずっとそれをですね攻撃することによってウクライナの防御網がどれほどのものかというのをじっと見てるんだと思います、うん、で弱いところが見つかればそこから戦力集中するという観点だというふうに思います、ね、これ防空体制ハルキウはどうなんですか、かなり弱ってるという指摘も聞いたことあります、でハルキウに対して必要にやってるのは、うん、まさに防空体制、もう少ない防空の兵器がありますよね、うん、でこれどこかに置かなきゃ集中しなきゃいけない、はい、ハルキウがどんどんやられることによって前線の防空のシステムと一部後ろにやらなきゃいけないという、そういう狙いもあってですね、はい、都市攻撃を今やってるという部分もあると思います、はい、さて今後の戦況で焦点とされるのがウクライナ東部チャシブヤールの攻防です。危機的状況にあるチャシブヤールの現状とは。こちらはロシア国防省が8日公開したチャシブヤール近郊の映像です。ロシア国旗を掲げた戦闘車が進んでいるのが確認できます。また別の映像では車両から次々に兵士が降りてきている場面も確認できます。画面の上側です。さらには激しく砲撃を行っている様子も見て取れます。ロシア国防省は複数の方向からウクライナ陣地に接近することができたとしています。広瀬さんにお伺いしますが、かなりロシア軍が迫ってきているようにも見えるこちらの動画、公開した狙いは一体何でしょうか。はい、やはりですね、まあ、ロシアもこれだけ接近しているんだという印象を あらゆるところに植え付ける、まあ、これやはり情報戦の一環だと思いますね、うん、やっぱり兵士がように走っていく姿が映るっていうのはやっぱそれだけ近づけているっていうことを表すことにつながるんですか。まさにそうであって、まあ、非常にこう肉薄しているんだということをこう、うん、特にこの映像を使ってライブに伝えるということに大きな意義があるというふうに思います、はい、戦況地図を見てみますと、ロシア軍がこのバフムトの西に位置するチャシブヤール、これバフムトはこちらですね、でチャシブヤールはこちらなんですが、ここにですね、まあ、かなり迫ってきているというのがよくわかります。アメリカの戦争研究所によりますと、チャシブヤール付近にある運河でも攻撃が確認できているということなんですが、これバフムトからどんどん西にですね進軍して、岩田さん、そろそろこれ市街戦というところにも射程が入ってきたような感じですね。そうですね、そのチャシブヤールを落として、はい、その後ろにあるですね、はい、後ろという西側ですけども、はい、コンスタンチノフカまで迫っていくと、ここまで行くとですね、ウクライナの防御も大きく突破しますし、はい、交通の要衝を取ってしまえば、うん、一気に攻め込めるんですよね。だからそのかなり交通の要衝ですね、ですね、はい、ここを取ればですね、南にずっと降りていけばバフムトの方向まで全部包囲できますし、はは北にも上がれるし、はい、もちろん西にも進軍できるので、うん、まあ、そこにたどり着くためのまずチャシブヤールにウクライナ軍が防御陣地をずっと作ってたと思うんです、はい、でそこで陣地を構えているウクライナ軍に対して、攻撃を仕掛けようとしている状況だと思うんですね、うん、これ、地図で見てみますと、まあ、こういった場所3つの、まあ、これ火の手というのはこれ戦闘が起きているという意味なんですが、この3つの地点3箇所これ同時にやっているという感じなんでしょうか。そうですね、それぞれの現場を見ながら一番弱いところを色く偵察しながらです、ね、攻撃していっていると思うんです。で今映像にもありましたように、はい、以前はその歩兵だけの攻撃が多かったんですよ、はいはいはい、でかなり戦車とか装甲車が前線まで充足されつつあって、うん、まさにその元々のロシア軍の戦い方である機動戦というですね、うん、はいはい、戦車と装甲車を使った攻撃に火砲、うん、の援護という、うん、で特に昨年ぐらいから非常にこう話題になっている誘導爆滑空誘導爆弾というですね、はい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 、スホイ34からだいたい40キロから50キロ前線から離れたところから、うん、撃ってですね、で 50キロから150キロにわたる大きな弾薬を、はい、戦闘機から発射した瞬間に翼を出して、で50キロから60キロ滑空していくんですよ、はい、でそれで GPS 誘導でウクライナ軍の陣地にこれまでずっと叩きつけて、まあ、これでアウディーカも全部捉えたんですけど、ね、この攻撃はいわゆるこのスタンドオフ的な攻撃なんですよね。でまさにそのウクライナ軍の前方にある地対空ミサイルの射程圏外から撃って、そうですよね、でこういったところの今映像にもあった地上からの戦いを後ろからサポートしていくっていうところをですね、うん、ある報道ではその1日に10回以上この誘導滑空爆弾を攻撃しているということですので、かなり難しい、ウクライナ軍にとってはかなり難しい戦闘が今行われていると思います、ね、これウクライナ軍にとってはこういった攻撃に対してどのように対抗する術があるんでしょうか。多分今ですね非常に手をこまないていると思うんです。そうですか。で弾薬とか地対空ミサイルとかあるいは F16 とかあればですね、うん、今ような攻撃なんとか対抗できるんですけど、はい、非常に難しい、もう要は手も弾もないという状況ですから、うん、どこまで準備できているか分かりませんけども、その陣地の中にこもって、うん、で迫ってくるロシア軍を近接戦闘で倒していくしかない、うん、だからドローンですよね、まあ、ドローンが命の綱ですから、はは、まあ、ドローンでピンポイントの攻撃をしていくっていう、まあ、そこに頼ってるしかないと思いますね。飯塚さんいかがですか。なんかまああんまり肩入れしちゃいけませんけど悔しいですね、うん、やっぱり弾がないっていうのはやっぱり今10対1ぐらいになってしまってるっていう話も聞くので、まあ、このままだとなすすべなく攻め落とされてしまうということを考えると、うん、やっぱりちょっと西側責任を感じるべきだ、特にアメリカですね、感じてほしいと思いますね、うん、
兵頭さんにお伺いしますが、先ほどあの岩田さんからもお話がありました、このコンスタンチノフカ、まあ、ここがこの東西にですね、まあ、様々な幹線道路が伸びていて、この上にはクラマトルスクもあるというふうなことも聞いています。やはりここに行かれるとまずいと。そういうことですね。ですからそこに、まあ、到達する前のこのチャシ VR ですね、はい、ここが、まあ、どれぐらいのこの時間でロシア側が、まあ、進軍することになるのか、うん、それをウクライナ側が許すことになるのかってですね、はい、ここが今注目をされているところでありまして、うん、まあ、先ほど岩田先生も言われたようにアウディウカというのはロシア側では滑空爆弾の勝利だというふうなこういう言われ方をしてまして、やはりこの空からの支援を受けながら、はい、まあ、地上部隊がこう進んでいくという、うん、こういう戦い方が、まあ、ロシア側も始まっているわけですね、うん、それがまあこの場所でも強まっていくとなると、はい、やはり、まあ、ウクライナ側は、うん、このまあ、防空システムであるとか、うん、戦闘機はまだ夏にならないと届きませんので、うん、まあ、非常にこの、まあ、ドローンなどに頼りながらですね、うん、しのがなければいけないという、まあ、厳しい状況に置かれることになるんじゃないかと思います。あ、ウクライナ情報総局のブダノフ局長はですね、7日なんですが、ドイツメディアへのインタビューで初夏の戦況予想として答えた話題なんですが、チャシブヤールやアイディーユカの西の北西ですね、北西にあるこちら、ポクロウシクという町があります、まあ、ここぐらいに進軍をしてくるんじゃないかということを語っていたんです。初夏にこの辺りに来るんじゃないかと。ただ兵頭さん、もうチャシブヤールの地上戦がいよいよ始まっているという状況、この進軍スピードってどうなんです？うん、まあ、これはそのウクライナ側が5月下旬にもロシアのこの大攻勢っていうことを警戒してるわけですけども、はいはい、まあ、いきなり何もない状態から大攻勢が始まるんじゃなくて、もう今少しずつそれは始まっている、その一つの予備段階というふうに見た方がよくてですね、はいはい、ですからそのスピード感というのが、まあ、ウクライナ側が、まあ、まあ、当初予想していたようなそういうそのスピードなのか、うん、あるいはそのかなり早まっているというふうにまあ認識しているのかということだと思うんですね、はいはい、まあ、当初はこの初夏に、まあ、チャシブヤールでのこの地上戦というふうなまあ見方をしているんだとすると、うん、はい、まあ、今のこの状況がさらにこう、まあ、強まっていくとですね、まあ、それよりもこう早く、この場所で、まあ、大きな戦闘がですね、始まっていく可能性も、あるんじゃないかというふうに思います、うん、さらに、ここ最近のロシア軍の作戦にはですね、ある変化が見られるといいます。戦車などを多く使って攻勢を強めるその作戦とは。ウクライナ各地の前線で戦車などによる攻勢を強めているロシア軍、中には独特の改造を施した車両も投入されています。戦車の上に電波妨害装置とみられる機械を紐でくくりつけた通称電子戦モンスター、金属板で装甲を施した通称タートルタンクなど、さらに今ロシア軍の戦術にある変化が生じているとの指摘も。こちらはウクライナ軍が今月1日に公開した映像です。ロシア軍が占領するドネツク州アウディーユーカの西トネンケ近郊からロシア軍の戦車36両と装甲車12台がウクライナ軍の陣地へ接近。ウクライナ軍はこのおよそ3分の1を破壊したと主張しています。アメリカの戦争研究所は今月5日ロシア軍について、以前よりも多くの戦車や装甲車などを使用しているという新たな傾向を指摘。さらにロシア軍は戦車と装甲車の損失について懸念や制約がない可能性があると分析しています。これまでロシアでは戦車不足が指摘されていました。ウクライナ軍はロシア軍が侵攻開始以降戦車7000両以上、装甲車1万3000台以上を失ったと主張しています。一体なぜロシア軍は戦車などの損失を厭わない戦術に変えてきたのか、その背景にあると見られるのが、こちらはロシア国防省が公開した戦車の修理工場とみられる映像です。24時間稼働しているこちらの工場ではおよそ2日間で戦車1両の修理が可能だと説明しています。イギリスの IISS 国際戦略研究所は、ロシア軍は過去1年だけで3000両以上の戦車などを失ったが、保管中の旧式兵器の再活用などによりウクライナへの攻撃を 2,3 年は維持できる可能性が高いと分析しています。ロシアの兵器再生能力の向上は今後のウクライナ侵攻の行方にどのような影響を及ぼすのでしょうか。次にこの戦力兵器について考えていきたいと思うんですが、アメリカの戦争研究所は5日今回のロシア軍の攻撃に関して以前よりも多くの戦車や装甲車などを使用していると分析をしています。今 VTR にもありましたが、これ岩田さん、2日間で戦車1台の修理が可能だとかですね、まずここについてお伺いしたい。これやっぱスピードすごい速いんですかね。すごい速いスピードだと思います。あ、そうですか。普通戦車1台を、まあ、完全に、まあ、もう一回リニューアルするってどのくらいかかるものなんですか。まあ、平時の場合の普通の工場でいうとやっぱ数ヶ月かかりますよね。そんなにかかるんですか。非常に様々な部品を全部オーバーホール、はい、私が申し上げたのは全てオーバーホールという、はいはいはい、全て入れ替えるということですので、まあ、この修理の度合いが分かりませんけども、うん、まあ、非常にスピードが速いと思いますね。